ホンダ CD、ホンダ CD250UCD250U は、ホンダ技研工業が、かつて製造販売したオートバイである。形式名 MA02。1988年4月4日、発表、同月8日に発売された当時としても珍しい、高速道路も乗れる排気量 250cc クラスのビジネスバイクである。 CD シリーズに分類されるものの便利シリーズとは一線を隠し、1968年に発売されたドリーム CD250 の後継者である。CD125T と共用のプレスバックボーン、交換フレームを採用。スイングアーム並びにシートレールを延長し、CD125T より若干大柄な射角を実現した。シートは、 一般的なダブルシートとシングルシート大型キャリアの2種類を選択可能とした標準現金価格はダブルシート仕様が33万、シングルシート大型キャリア仕様が319000とされた。フロントに NS50 回と共用の2ポットキャリパー式ディスクブレーキを装備。軽機類は一見二眼式であるがタコメーターは装備せず速度計のみで左側は インフォメーションランプとされた。エンジン並びに、トランスミッションは 250T シリーズレベルと共通の MC06E 型空冷4ストローク再 h 1C、直列に気筒エンジンに荷物積載を考慮した低めかつクロス気味に設定されたギア比の5段マニュアルトランスミッションを搭載する。日本国内の年間販売目標が2000台であった。 こと並びにビジネスバイクとしては30万円を超える価格や250クラスの計2輪であったことから、差したる需要が見つからず、約5年で生産終了となった。しかし、ビジネス向け車両であるため高い耐久性を持ち走行5万 km を超えた個体も多数存在するほか、レトロ志向な車体デザインという面では、ギガバイト二百五2 5 0や、 ヤマハ SR400 などと比較しても知名度が低いこともあり、稽古な存在に興味を示すマニアやオーナーも存在する。ありがとうございます。